今日好きカップル意識調査。何それ。さあ、付き合いたての2人に意識調査を行いまして、相手のことをもっと知ってもらおうということでございます。質問にイエスかノーの札でお答えください。じゃあ、はい、じゃあ私が、成立したことは家族に伝えましたか。せーの。なんでなの。1週間前ぐらい旅から帰って。そうです。あ、そうな、松原の性格考えたら言わへんのちゃう。あ、そっか。オンエアを楽しみにみたいな感じ。いや、でも俺は結構彼女できたらめっちゃ自慢するタイプなんですけど、お母さんがめっちゃ京介好きなんですよ、うん、なんであえて言わない方がいいかな。あ、サプライズ。あ、なるほど、ね、いいやいいやいいや、リアルタイムでお母さんも楽しく見る、うん、ってないです、はいはい、どうなるのかっていうところで、うん、そのちゃんは言いました。なんておっしゃってました、ご両親は。え、なんかピアス開いてるからダメって。外せ。外まる。外ました、外ました。外しました。今ついてないですよ。ピアス開いてるからダメ。ママおもろいな。え、でもうちの親もそういうタイプだったんで、めっちゃ気持ちわかる。そういう親いらっしゃるやろ。います、います、うん、別にピアスが悪いわけではないけど、ちょっとチャラく見えちゃって、ご両親の考え的には。でもそれ外したっていうのがええやんか。そうそうそう、やるやん。で、これから会っていけばもっとね、魅力も分かってくれるから。そう、その京介の話数見ていった時にご両親なんておっしゃんねやろな。もっと頑張れよ、うん、そのってなんのかな。多分言われる、言われる。そこはまあでもだから松原ご両親のジャッジはかなり厳しいからな、うん、いや、そうですね、うん、今回心配ですね、確かに、うん、でもそこはでもな、ご両親も分かってるから、うん、あれはママに初めて会う時にさ、ちゃんと差し入れ持っていかなかったよう分かってる。いいケーキとか、そうやな、うん、でもちゃんと一応そんちゃん伝えてるしってことやもんね。松原はあの見ていただいてってことか、はい、なるほど。じゃあ続いて、はい、相手の意外な一面を見つけたか、イエスかノーか。せーの。おお、二人とも。あ、そのちゃんはどんなところでした。なんか何も考えてないっぽいに見えるけど、意外と考えてる。どんな時にそれを感じたんですか。なんとなくふとした瞬間に考えてるな、にじむものよ。確かにふとした瞬間だから、ツーショットとかでな、うん、2人喋ってるやんか、うん、俺らはそれをやっぱりアップで見てるやん、うん、だから孫ちゃん分かってないかもやけど、うん、やっぱ孫ちゃん割と照れるから、うん、あんま松原の顔見てないのよ、うん、でも松原はめちゃくちゃ考えてる顔してるからなましたね、どうやってそのちゃんに好きって言わせようかめっちゃ考えてたやろ、うん、いや考えましたよ、めっちゃ全部玉砕したほんか可愛かったな、あのシーン大丈夫か、その気持ち今後伝えていける。はい、本当いける。でもなんかやりたいことあるんでしょ今日。何したいの。なんか香水をくれて、うん、告白の時の、うん、なんか自分も渡そうと思ってたんですけど渡せなくって。あ、あの告白の時にもう、はい、パタヤで渡そうと思ってたものがあったんや、はい、うん、渡せなくって。そんなことあんねんカップル成立した後に渡せないことって、うん、すげえな。本当に恥ずかしがりなんだ。それじゃあ今渡すの。はい、その代わりちゃんと言葉も添えてよ。確かに、はい、大好きとかさ、はい、受け取ってくださいみたいな、うん、じゃあちょっとお願いします。はい、